島競馬場最終12レース高湯温泉特別芝コース2000メートル戦500万条件の16頭の競争です。枠入りスムーズ順調に進んで6番のストロングレビュー8番のバリエンテ内で残っていた2頭が次々にゲートに収まって最後に16番のキングフォルテの枠入り今ゆっくりと内のカスバのちょっとうるさい馬がいますが枠入りを確かめて16頭ゲートに揃いました。スタートしました。外16番のキングホルテ好ダッシュを見せていますがその内から15番のトータルソッカー内のカスバもダッシュよく4番のアイスコールド3番ミッキーバードそして外から7番のウィンスラーバさらに外からもう一度押して16番のキングホルテ先頭に出ていこうとしています。控えて15番のトータルソッカーその後ろに6番のストロングレビルが控えました。あとは13番ロードゴラスと14番のジャコマルそして内から2番のデルマオギンが追走1コーナー回っていきます。1コーナー回ってさあ突き放しました。16番キングホルテ先頭で2馬身のリード2番手に7番のウィンスラーバが追走で第2コーナーカーブじわっと追い上げて14番ジャコマル3番手まで上がってきました。内3番のミッキーバード第2コーナーカーブあとは4番のアイスコールドが追走で向こう上面にこれから出ていきます。外には12番のヒルンパラメータあとは1馬身差13番ロードゴラスと中段に控えました。トータルソッカーが間にいて内2番のデルマオギン残り 1000m 切りました。外には6番のストロングレビルが追走この集団は固まっています。追って11番の私を待ってる外には8番のバリエンテが追走さらにその外に9番のロックザボート残り800ってこれから3コーナーに向かいます。あとは1馬身差でここも並んでいますが10番のソイルトゥーザーソウルさらに内から1番のラントシャフトが追走1段です。2馬身後方から追い上げに入った5番のバンベールシティさあ1段になりました。16頭が1段で 3,4 コーナー中間ですが先頭をキープしているキングホルテリードがなくなってきた。2番手にウィンスラーバ外にジャコバルそしてその外が一気に上がってきたストロングレビル4コーナーカーブ連れて上がった中から12番のヒルンパラメータ直線コースに向いてジャコバルが抜け出て先頭で残り200を切りました。2番手ミッキーバードが追い込んでくるそして内に入って15番のトータルソッカー一気に捉えて先頭15番のトータルソッカー先頭でジャコバル2番手で粘ってゴール最後に10番のソイルトゥーザソウルを追い上げて3着に上がってきたでしょうか。外3番ミッキーバードとの3着争い最後速いペースで進んだこのレース最後追い込みの競馬になりました。15番のトータルソッカー好スタートから一旦は中段で足を溜めて最後馬群の中から抜け出て内から一気に捉えました。時計は2分0秒0上がりゴールまでの800メートル47秒5 600メートル35秒3でした。